実現。先日シアトルマリナーズのケビン・マザー球団社長は地元のロータリークラブ主催のイベントにビデオ出演。今季からマリナーズの特命コーチを務める岩隈久志ら具体的な選手名を挙げ、球団の財政や選手編成に関する内部事情、自身の不満など失言を連発。その模様が YouTube に投稿されると複数の米メディアが大々的に報じ、 Twitter 上ではファイヤーケビン・マザー、ケビン・マザーをクビにしろがトレンド入りするなど大炎上。マザー球団社長はこの騒動を受けてその日の夜に声明を発表し謝罪、後日球団社長を辞任しました。このように海の向こう側でフロントによる失言騒動があったのですが、日本プロ野球でもこれまでフロントによる失言が波紋を広げた事例があったんです。そこで一つの疑問が生じました。一体どんな失言をしてしまったのか。そこで今回の動画はプロ野球界に波紋を広げたフロントの失言集まとめを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。巨人には勝たなくていい。ヤクルトの初代オーナー松園久美氏がまだヤクルトが球団の経営権を完全に取得して間もない頃、メディア関係者の前で漏らしてしまった発言。ヤクルトが当時の親会社富士サンケイグループからサンケイアトムズの経営権を引き継いだ1970年は巨人が国民的な人気を誇り、プロ野球の人気を引っ張っていた時代。巨人戦の時の観客の入りは特別で、巨人が優勝争いをすればプロ野球全体の客足も伸びたと言います。またヤクルトが球団の経営権を引き継いだ理由は、親会社のサンケイグループが業績の立て直しを図るため、ヤクルトに一部株式を売却し、不採算だったプロ野球球団の切り離しを図ったためであり、ヤクルト側からしても我がチームという意識がまだ熟成されていなかったと言います。そんな状況もあり、松戸のオーナーは巨人が優勝すればうちは優勝しなくてもいい、うちが巨人に勝つとヤクルトが売れなくなると発言。この発言はプロ野球規則で禁止されている敗退行為に接触する恐れがあること、また松園氏が巨人ファンを公言していたことからも世間から非難されました。ただその後は金も出すが口も出すオーナーとして積極的な補強を行い、日本ハムから大杉克洋内野手、後にフィラデルフィア・フィリーズの監督を務め、チームをワールドチャンピオンに導いた赤鬼チャーリー・マニュエルを獲得。78年には広岡達郎監督のもと初のリーグ優勝日本一に輝き、松園オーナーは9位に胴上げされました。高川選手が2004年、この年はオリックスと近鉄の合併を発端とした球界再編問題が起こり、巨人渡辺、西武堤、オリックス宮内の3オーナーが主導し、1リーグ制を目指す経営陣側と12球団2リーグ制維持を目指す選手会側で連日交渉が行われていました。ただオーナー側は選手会との交渉を各球団代表による実行委員会に任せていたため交渉が停滞。当時の選手会会長だったヤクルト古田敦也捕手はオーナーと直接話をする機会を持ちたいか取材陣に聞かれ、そうですね、いいですね、開かれた感じでいいと思いますと返答。その後記者が巨人渡辺オーナーに、明日代表レベルと選手会の意見交換会があるのですが、古田選手会長が代表レベルだと話にならないので、できればオーナー陣と会いたいと質問すると、渡辺オーナーは無礼な、文をわきまえなきゃいかんよ、高川選手がと発言。すると翌日の新聞紙面に高川選手がの見出しが躍り、テレビの情報番組が一斉に報道、プロ野球ファンを中心に世論全体から大批判を食らいました。この失言をきっかけに、これまで経営陣側に理解を示していた層も選手会側を支持し、経営陣にとって不利な状況に。ただ記者の質問に対する古田会長の返答が要求という全く違うニュアンスで伝わっており、後に渡辺氏はこのやり取りを振り返って、スポーツ紙記者のハメ取材だったと述懐しています。その後読売ジャイアンツは当時のアマチュアナンバーワン投手一葉康弘に裏金を渡していたことが発覚し、渡辺オーナーは責任を取って辞任、経営陣側は中心人物を失い、選手会との交渉はさらに暗礁に乗り上げました。そして2004年9月17日、選手会側はプロ野球史上初のストライキを決行。その後経営者側が方針を一転し、2リーグ12球団制の維持で決着。その後楽天の新規参入が決定され、現在に至ります。 FA しても獲得する球団はない。2011年オフ、ソフトバンクの杉内俊哉投手が巨人に FA 移籍。杉内投手はホークスの地元福岡出身、一時は生涯ホークスを宣言していたこともあり、記者に FA した理由を聞かれると、どこまで言っていいのかわからないけど、球団幹部から FA を取ったとしても必要とする球団はないというようなことを言われたと涙ながらに答えました。この球団幹部とは小林至る取締役編成育成部部長のことで、
この失言は FA 権行使の前年2010年オフの契約更改で飛び出しました。ソフトバンク球団はこれまで松中信彦内野手や斉藤和美投手との大型契約を締結した直後に成績が低下し不良再建化した反省を生かし2010年オフから契約年数短め基本給休め出来高たっぷりという成果報酬型と言われる前年の活躍をベースにした球団独自の査定方法を取っていました。この査定により翌年 FA を取得する杉内投手は4年連続2桁勝利などの活躍が高く評価されず、代理人はこの新査定の問題点を指摘しましたが、小林取締役が FA を取ったとしても必要とする球団はないと発言し、杉内側は激怒。2度目の交渉で小林取締役に代わり葛西オーナー代行が出馬、公開に至りました。その後2011年4月にも国内 FA 権取得後に来季以降の契約について球団側と話し合いましたがまとまらず、杉内投手は感情的な部分がどうしても元に戻らなかったと話しました。この一件で球団には抗議の電話やメールが殺到。孫正義オーナーは厳しく処置したく思いますとツイートしました。その後小林取締役は杉内流出の責任を取り役職を辞任。葛西オーナー代行によると小林氏は杉内投手が残留できなかった点とファンにご迷惑をかけることになった責任を取りたい、不用意な発言で杉内投手にご迷惑をおかけした、誤解を生む発言をしてしまったと説明したと言います。この一件でプロ野球ファンから無能扱いされている小林氏ですが、取締役時代には3軍制の導入とそれに伴うファーム施設の拡張を主導し、現在の最強ソフトバンクの礎を作ったり、この失言に関しても杉内側の高い要求にこの要求じゃ他の球団も取りませんよという意味で言ったのかもしれません。早く FA を取ってください。2019年オフの契約更改で中日球団は祖父江大輔投手にダウン提示し、その理由を説明した加藤球団代表から飛び出した発言。祖父江投手はルーキーイヤーから中継ぎとしてフル回転し6年間で263試合に登板、2019年シーズンも44試合投げて防御率 3.11 を記録しました。しかしオフの契約更改では200万円のダウン提示を受け、これを保留。祖父江投手は会見場に姿を見せず、その後自分の中で気持ちの整理ができなかったので持ち帰って整理しようと思い保留させていただきましたと球団を通してコメントしました。加藤球団代表はダウン提示の理由を、彼はここ3年ぐらいの継続的な登板数を評価してほしいということ、評価はするが反映ポイントにない、それを評価してほしいなら早く FA を取ってくださいというのがこちらの主張と説明。 FA は選手の権利であるにもかかわらず、まるで FA をボーナスかのように語っており、ネット上では批判が殺到。メジャーリーガーのダルビッシュ投手もこれに反応し、昨年の現状維持もやばいけど今年のダウンもかなりやばい、推定やから細かくは分からんけど6年263試合で防御率 3.08 で2900万って評価基準を知りたいとツイート。2018年の祖父江投手は51試合に登板して17ホールと防御率 3.1 をマークするも現状維持でサインしていました。しかしその後中日スポーツが祖父江投手の推定年俸が2900万ではなく3500万だったと情報修正、さらに東京スポーツが4000万に修正しており、まるでネットオークションのように推定年俸が上昇していく様から新たに年俸オークションというネタが生まれました。この年俸オークションを受けて加藤球団社長は2900万という数字がどういう形で出たのか知らないけどベースの金額は違うからね、さすがに2900万からダウン提示することはない、それを信じた人たちからドラゴンズってひどい球団だと思われるのもね、ただ本人が言わない以上こっちからその金額を言うわけにはいかないと戸惑いを見せました。その後祖父江投手は2度目の契約交渉に臨み100万円の上積みを得て100万円ダウンでサイン。祖父江投手は会見で、僕が整理できていなかった、話をさせてもらって整理できたのでサインさせてもらった、納得していると話しました。そして翌年2020年シーズン祖父江投手は勝ちパターンの一角を担い54試合に登板、28ホールド防御率 1.79 をマーク、自身初のタイトル最優秀中継ぎ投手を受賞しました。そして同年オフの契約更改では前年から倍増の7000万を提示され一発サイン。この中日球団の最大限の評価についてダルビッシュ投手は夢がある、今年は救えないとツイートしました。というわけで今回の動画はフロントの失言について紹介させてもらいました。最初に紹介させてもらった巨人には勝たなくていいですが、今から約50年前ということもありネットで調べてもただ事実が載ってるだけで、なぜそんな発言をしたのか背景や裏側といった詳細な情報がなく、ググり続けた結果こちらの本を見つけたので Amazon で購入し参考にさせてもらいました。1円で購入できるので興味ある方は概要欄にリンク貼ってます。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル Twitter も開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。